どうもバンです。さてデイリーキックトゥーゴー夕方の部、開始となります。今ねちょっとねトラブルが発生しましたですよ。GoPro ね、今日から、装着方法をですね、ゴムバンドで装着しているというふうにね朝の部でもねお伝えいたしました。でね、階段を降りていたらですねなんと GoPro が転げ落ちてしまいまして、ちょっとこの運用方法はもう一回見直すかちょっとしないといけないなというふうに思いました。とにかくそれはそうですよね。普通にこうやってね装着している分には問題ないんですけれども、階段でもう分かったっちゅうのというところですね。でとりあえずのとりあえずで急遽このゴム紐のテンションをですね、かなり上げまして、で、これでね、そうそう落ちないかなというふうには思いますね。あともう一つ、考えられる方法としてはですねこの、ウェアラブルジンバルがですねこのちょっと細かいことですけれどもねゴム紐を通すね穴みたいなのをね、そこどう説明したらいいですかね。ちょっとね具体的に説明しますわ。ここにの元々のネジをね通す穴があるんですよ。でそこにゴム紐を通せば、さらにね、強固な、ゴムバンドになると思うんですけれども、とりあえずそれもう一回、駅着いたらね、改造してみようと思います。でとにかくですね輪ゴムはやっぱり切れるという可能性もねありますし、あとテンションも相当上げないとやっぱりね転げ落ちてしまう、可能性があるんで、注意した方がいいかなというふうに思いますね。で実はですねこのゴム紐運用を始めるにあたって実は狙ってることが実はあるんですよ。このウェアラブルジンバルのこの水平をねどうやって出すかなんですけれども、結構ね、やっぱりね水平を取るのが難しいんですよ。このジンバルに、装着するときにどうしてもこう締め付けという形でね、装着しなければならないという制約があるからですね。通常のカメラの場合は底面がしっかり水平が出てるっていうね大前提がありますんでね。で底面を基準にしてねジンバルを装着するんで、全く問題ないんですけれども、このウェアブルジンバルに限っては、そもそも、GoPro をね前提としているということもあって GoPro は、三脚穴がないというカメラです。でじゃあどうするか、 GoPro を、ね、締め付けて、搭載するしかないというところで、どうしても水平を出すのがね結構難儀しますね。で、そうは言っても工夫のしようはあると思うんですよね。 GoPro の、ハウジングは四角い形をしていて、このハウジング自体は水平が出てるはずなんでね。で、そこでねハウジングを固めてしまうような搭載方法があれば、こういう水平が狂うトラブルもね、そうそうないかと思うんですけれども、どうしてもこういう、本体をこうサンドイッチして締め付けるようなやり方だとどうしてもね毎日水平が、狂ってました。でコツがねだいぶ掴んできたんですよ。このね、ジンバルのティルト軸モーター、このティルト軸モーターに、実はフェルト地が貼ってあって、ここのところにね、でそこに均等に力が加わるようにしながら、このネジの締め付けをね行ってました。でそれよりもこのゴム紐にすることで、均等にね力が加わるんではないかというふうなね、そういう狙いがあります。ただ厳密なことを言うとですね、この GoPro のこのレンズはカメラのね、ちょっと上方向にオフセットしてるんですね。だからこの分の、水平の
狂いがもしかしたら出るかもしれない。つまりゴム紐のテンションが、均等にかからない、まあ、可能性はあると。でも案外うまくいくかもしれないなと思ってね、今日帰ってからね、朝の部、それから夜の部、夕方の部ですけれどもね、そのフッテージを確認してみるのがね、楽しみですね。で、結果が良ければそうですね、ただ転落脱落の、問題はちょっと背に腹は変えられないんでね、駅構内とかの、階段とかで脱落したらですね、非常にやばかったですけれども、幸いなことに、床がね、結構柔らかい、素材の床の、階段だったんでね、まあ、事なきを得ましたね。さてガラッとね、またしても、話題を変えさせていただきたいと思うんですけれども、またしてもね、晩はですね、物欲に、心が傾いている現状というのがですね、あるというところをご報告させていただこうと思います。皆さんモニタースピーカーって、ご存知でしょうかね。そうです、例えばですね、のスタジオとかにあるね、音楽スタジオとかにある、ね、大きさ的にはね、20センチ×30センチぐらいのね、そんなどでかいモニターじゃなくて、大きさ的にはまあひょいっと抱えられるぐらいのね、大きさの、モニタースピーカーなんですけれども、やっぱりね、音のね、この、を作って、で情報発信するというね、 YouTuber たるものですね、その基準となる音が揺らぐような視聴環境、で、ね、音を聞くというのはですね、やっぱりね、損してるなという、ね、思いが込み上げてきました。込み上げるか、普通そんなもんどうやったら込み上がるんかいというふうにね、ぜひともツッコミをね、よろしくお願いいたします。というわけで、おっと猫ちゃんが、おられますけれどもね、いつものお地蔵さんチェックポイントとなります。そうしましたら、改めまして、そのモニタースピーカーを選ぶにあたってですね、まあ、やっぱり定番商品というのがね、あるわけじゃないですか。で、いろんなね、ネットの記事とかをね、またしてもですね、物色、そして、物欲の、欲望のね、なすがままにね、こうどれがいいかななんてね、思いを馳せているわけですね。おっと、ここはしっかりとね、一旦停止して、で、左右確認しなければならないポイントですね。そして、この状態でこっち側からまで行ったら大丈夫そうですね。はい、でガタ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 うるさい道路というところもあるんですけども、ここはね、なんでいつもここ通るんだ。おっと、犬がこっちを睨んでいる。キックボードと犬はね、犬猿の仲と申しましょうか。いまだかつてね、ちょっとね、犬はね、怖いですね。キックボードで走ってる時に突然ね、こう何かにこう耐え出て、突如うわーっとね、こうね、来ることがあって、こっちもうわーってなってしまうことがありますんでね。さて、ここもしっかりと徐行運転歩きでね、クリアしたいところでありますけれども、さてモニタースピーカーですよ。まあ、いろんな機種がね、いろんなメーカーから出てますけれども、どうしようかなーなんてね。で、一つね、バンスタジオでは心がけなければならないポイントがあるんですよ。別のね、スタジオにはない、ポイントとして、スピーカーメッシュ、つまりスピーカーを保護する、網ですね、あれがね、必要なんですよ。でね、なぜかというと、スピーカーの高音紙むき出しっていうのはね、バンスタジオの場合ありえないんですよ。これね、お茶ぶくん対策と申しましょうかね、スピーカーの高音をですね、決して押してほしくないというね、そういう実情があるわけですね。おっと、人がいっぱいいる。さて、これ以下にしっかりと徐行運転、安全確認を怠らない上でのね、走行を心がけたいところではありますけれども、ここはね、やっぱりゆっくり走った方がいいですよね。と、まあそんなこんなで、レイリーキック2号夕方の部なんですけれども、話がね、いろいろ、飛んでしまい申し訳ありません。 GoPro は今のところ大丈夫。そして、AS300 の方の、録画録音も大丈夫。今頃確認してどうするんだ。しっかりと
録画開始時に確認をするのがセオリーではないのか。それはさておき、もうすでに、前半が終わろうとしているではないか。で、電池を持ってくるのを忘れたんで、ここで一旦電池を止めるという、ね、暴挙に出てしまうわけですね。このままね録音できればよかったんですけれども、というところで一旦失礼いたします。はい、どうもです。デリーキックトゥーゴー、夕方の部後半開始となるんですけれども、ね、先ほど言っていた GoPro を止めるゴムバンドですね、これの、セッティング調整、これね、いかんともしがたい、状況ですね。いかんともしがたいというのは今現状ではというところですね。家帰ってゴム紐をねもうちょっと長い状態でね、やれば補強が可能であるということに、という結論になりました。先ほど言っていたね、元々の取り付けネジのところにゴム紐を通してというやり方ですと、あのね、振動で緩んでスカスカになって逆に落ちてしまう可能性がね、あるというふうに判断いたしました。というのもですね、この元々の取り付けネジというのがですね、2センチぐらいかな、2センチぐらいの幅を持ってね、こう横にスライドするようなね穴なんですよ。だから、ギュッて締め付けたところでですね、どん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 それがね緩むわけですよ。で、今どうやってそれが緩まないで置くことができているのかというとですね、見ていただいて分かる通りですね、この、ネジの部分にちょっとした引っ掛けるところがあるんですよ。で、別の YouTuber の方もそのちょっとした引っ掛けるところに輪ゴムをかけてね運用されてましたんで、その引っ掛かりがないとそもそもスカスカになってしまうという代物なんですね。でもね、もう一工夫すればね、なんとかなるんじゃないかなっていう風なね実感はあるんですよ。だから水平がね、しっかりと出る可能性を秘めたね面白いやり方なんで、あと手際良さという意味でもね、毎回毎回ネジを締めてね、バッテリー交換 しなければならなかったところを、ゴム紐ができるっていうのはやっぱりね魅力的は魅力的なんですよ。だからもうちょっとね、ゴム紐のこの線の取り回し、紐の線だって、ね、紐の取り回し方をですねもうちょっとね考えてみますっていうか多分できます。そのためには紐の長さがねちょっと足りないんですよ。だから僕実はこのゴム紐、黒のゴム紐いっぱい持ってるんですよ。何しろキックスケーターなんでね、キックスケーターってキックスケーターは道具や。キックスケーターに乗る人はキックボーディストと呼ぶべきでしょうかね。僕的にはですねキックボーディアンと称しているわけなんですけれどもね、これはちょっとひとひねり、加えた、その人物をこう人物を呼称する方法、としてですね、なんで、キックボーディアンなのかというところは、さておきですね、僕はキックボーディストでもキックボーダーでも、キックスケーターキックスケーターって言ったらおかしいですよね。僕は、キックボーディアンであるというふうにね、これからも名乗っていきたいと思います。それではこの辺りで失礼いたします。バイバイ。デリーキックトゥーゴー、デリーキックトゥーゴー、朝6時オールサンピンマイクチェック、僕とロジンバル GoPro スイッチオン。